日本語能力試験は、公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催の日本語を母語としない人を対象に日本語能力を認定する語学検定試験である。最上級の N1 から N5 まで5つのレベルがある。台湾で開催された日本語能力試験のポスター、日本を含め世界十七カ国、地域で実施し、 日本語を母語としない人を対象とした日本語の試験としては最も受験者の多い試験である。原則として日本語を母語としない人であれば誰でも受験でき、日本国籍の有無は問わない。日本国内では日本国際教育支援協会が日本国外では国際交流基金が現地の機関と共同で試験を実施している。2010年以降に実施の現行試験では 最上級の N1 から最下級の N5 まで5段階のレベルがある。一部の受験地を除き、7月上旬と12月上旬の年2回試験が実施されている。2019年は年間のべ約117万人が受験し、全レベル合わせて約35%が合格した。回答は、ほとんどが4択、一部が3択のマークシート、方式である。 問題文は実施する国に関わらず、すべて日本語で書かれている。また、試験後に問題冊子を持ち帰ることは認められていない。新日本語能力試験は、日本初のマイノリティのための言語政策に、つながっていると主張されている。韓国の u b m s i さが実施している、JPT 日本語能力試験とは異なる。日本語能力試験の成績は、就職、昇給 昇格、資格認定への活用など、様々な目的で利用されている。日本語を母語としないものの場合、日本の国立大学への派遣国費留学には、日本語能力試験 N1 を要求される。なお、正規留学、私費留学等には日本語能力試験ではなく日本、留学試験が課されることも多い。 ただし、日本留学試験を行わない国の志望者に対して、日本語能力試験の成績を認めるなど、例外措置もある。また、大学、専門学校での入学にあたって、日本語能力試験 N2 以上合格、または、日本留学試験の日本語得点が200点以上、という基準が、独自の日本語試験が免除されるなどの目安となっている。出入国在留管理庁の、 高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度のポイント計算において日本語能力試験 N1 を有する者、または外国の大学において日本語を専攻した者は15点を日本語能力試験 N2 を有する者は10点を加算する。この制度は学歴、職歴、年収、研究実績等により合計70点以上を獲得し、 高度外国人材に認定されたものが、出入国管理上の様々な優遇措置を得られる制度である。外国において、医科大学を卒業した者、または医師免許を取得した者が、日本で医師国家試験または医師国家試験予備試験の受験資格を得るための書類審査において、審査基準の一つである。日本語能力として、日本の中学校及び高等学校を、 卒業していない者は日本語能力試験 N1 の認定を受けていることが条件である。また、医師国家試験以外にも、医療、保険に関する多くの国家試験で日本語能力試験 N1 が受験資格になっている。海外の看護師学校養成所を卒業した人が日本の準看護師試験を受験するためには、日本語能力試験 N1 の認定が必要である。 経済連携協定に基づき、インドネシア、フィリピン及び、ベトナムからの外国人看護師、介護福祉士候補者の受け入れについて、法日前日本語研修において一定レベルの日本語習得を入国条件としている。また、法日前研修以前に N2 程度以上の日本語能力を有する者は、日本語研修が免除となる。1984年、 日本国際教育協会と国際交流基金が年1回の試験として開始した。2001年をもって、私費外国人留学生統一試験が廃止され、2002年に日本留学試験が開始されると、それまで日本の大学への正規留学、私費留学等に日本語能力試験が、私費外国人留学生統一試験と共に課されていたが、これが廃止された。 2009年に試験を年1回から年2回に増やした。2010年に試験を大幅に改定した。レベルを1級から4級の4段階から N1N5 の5段階に変更し、試験科目、試験時間及び合格点を再編した。7月試験では N1N3 のみ実施したが、同年12月試験から N4、N5 を加えた全レベルを実施している。 2020年7月は新型コロナウイルス感染症の世界的流行のため中止した。2020年12月から N4 と N5 の試験時間を変更した。受験者数については、1984年開始当時は世界15カ国、地域で約7000人の受験者であったが、2009年まで継続して増加した。 特に2000年代に入ってからの増加は目覚ましく、2009年には試験回数を年2回に増やしたことと試験改定前の年であったことから年間のべ約77万人が受験した。試験改定を行った2010年以降は年間のべ60万人前後で推移していたが2010年代後半になると再度を幅に増加しており、2017年には 年間のべ約89万人で8年ぶりに記録を更新し、2019年には年間のべ約117万人を記録した。2010年の改定から N1N5 の5段階である。N は日本語、ニューを表している。日本語能力試験側はスフアとの対応関係を発表していない。トップヨ実用日本語運用能力試験及び、 J テスト実用日本語検定は自身の検定試験及び日本語能力試験とスフアとの対応関係が以下の関係であると主張している。2009年までの旧試験の9は以下の通り、日本語能力試験は2010年からの新試験において日本語に関する知識とともに実際に運用できる日本語能力を重視する。そのために日本語能力試験は文字、 語彙、文法といった言語知識とその言語知識を利用してコミュニケーション上の課題を遂行する能力を測ることとし、この能力を課題遂行のための言語コミュニケーション能力と呼ぶ。測定にあたり、言語知識、読解、懲戒の三つに分けて測定を行う。N1 と N2 では言語知識と読解を一つの試験科目として、 試験を実施するが N3、N4、N5 では言語知識と言語知識、読解の2つの試験科目で実施する。これは N3、N4、N5 では出題される語彙、漢字、文法項目の数が少ないので、言語知識、読解の1つの試験科目にするといくつかの問題が他の問題のヒントになることがあるためである。 全問マークシート方式によって日本語の知識、読む力及び聞く力を測る。話したり書いたりする能力を直接測る試験科目はない。大問いの構成は以下の通り、2010年の改定より、得点はすべて点数等価による尺度点によって出されている。このため、試験の難易に関わらずどの回で受験しても同じ能力であれば同じ得点になるとされる。また、 得点区分は試験時の試験科目と異なっている。N4 と N5 の得点区分が言語知識と読解で一つになっているのは言語知識と読解の能力で重なる部分が多いので読解だけの得点を出すよりも言語知識と合わせて得点を出すことが学習段階の特徴に合っていると考えられるためである。各級とも総合得点が合格点以上かつ 獲得点区分が基準点以上であれば合格となる。合格点は N1N3 は2010年8月30日に N4N5 は2011年1月31日に発表された。N1N3N4N5 か本国内で受験する場合の申し込みは第1回試験は4月に第2回試験は9月に受付を行う。受験料は6500円。 インターネットの国内受験者用ウェブサイトからマッジルプットへの登録後申し込み受付期間内に申し込む。協会から受験票を返送するための日本国内の住所を記入する必要があるため、住所がない場合は日本国内に住所を持つ代理人に受験票等の受け取りを依頼する必要がある。どの級も同じ時間帯に試験を行うので複数級の受験はできない。 受験会場は受験者が願書に記入した希望受験地区と住所欄の郵便番号をもとに協会が指定する。日本国外で受験する場合は、現地機関が独自に受付を行うため、申し込み方法や締切日などが日本国内で受験する場合と異なる。また、出願先の国と異なる国で受験することはできない。試験の結果は、試験の翌々月上旬に、 日本から発送される。国内受験者でインターネット出願者は試験の翌月下旬から結果をウェブサイトで見ることができる。日本国外で受験した場合は到着に多くの日数を要する。日本国内の受験者の場合、圧着はがきにて合否結果通知書が送られ、合格者の場合は同じはがきに日本語能力認定書が印刷されている。このほか。 学校や会社などへ提出するための証明書である A4 サイズの認定結果及び成績に関する証明書があり、インターネット出願の場合はウェブサイトから手続きをし、所定の手数料を支払えば発給される。郵送出願もしくは2011年以前の受験については合否結果通知書、または日本語能力認定書のコピーと所定の手数料を払って請求する。 日本国外の受験者の場合は、成績書類の様式や手続きの方法が異なる。なお、成績書類の偽造が相次いでおり、日本における就職などで悪用しているとされている。2019年に実施された日本国外での受験者数は以下の通りである。あくまで受験地別の分布であり、受験者の国籍を表したものではない。ありがとうございます。